エルズワース軍は、アメリカ合衆国カンザス州の中央部に位置する軍で、ある。2010年国勢調査で、の人口は6497人であり、2000年の6525人から0.4%減少した。軍庁所在地は、エルズワース市であり、同軍で、人口最大の都市でもある。 エルズワース軍は1867年2月26日に設立された。軍名は昔あったエルズワース砦にちなんでおり、この砦は第7期兵隊 H 中隊に所属し、1864年に砦建設を監督したアレン・エルズワース将尉にちなむ命名だった。1866年11月17日、 この砦は、南北戦争中の1864年6月27日に、ケネソーさんの戦いでの失敗に終わった攻撃で、戦死したチャールズ・ガリーソン・ハーカー将軍にちなんで、ハーカー砦と解消された。この砦は、その後約1マイル北東に移され、1867年には、残っていた建物も解体を命じられた。エルズワース軍はアルコールを禁じる。 すなわち、ドライの軍だったが、1986年に、カンザス州憲法が修正され、住民は投票で個人がたしなむ、アルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限が、ついた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は723.44平方マイルであり、 このうち陸地は715.91平方マイル、水域は7.54平方マイルで、水域率は1.04%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。マッシュルームロックと指名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。エルズワース軍は19の軍区に分けられている。エルズワース市は 政治的に独立とみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で、人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ、軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。